ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。今日の企画はジャガーズが選んだジュニア大賞。ジャガーズはこの人を書いたよっていうのを、はい、お伝えしようと思います。でね、また何ヶ月後かに結果と、そうだね、照らし合わせて、はい、あ、ジャガーズ一緒だったとか、ね、あ、うちら書いたのやっぱり皆さんもそうだったんだとかね、とかね、うん、おお、いや、じゃあ早速いきましょうか。おえ、どうする、恋人にしたいから行く。ああ、でもここはね、どっちかだけ言う、2人とも被ってんじゃないかな。おお、いやでも知恵だけ聞こうかな。じゃあ僕、うん、恋人にしたいは101番です。確かに今回番号で書いてるのよね。101番の方101番の方おめでとうございます。101番は中村玲也君。はい、中村玲也君に、あの、お友達の、はい、だってジュニアチャンネルね、うん、本家本元ジュニアチャンネルでも、はい、中野玲也君が、ね、ジャガーズの名前出してくれましたけど、はい、ね、僕のこと応援してくれてるっていうね、そう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 、ジャニーズみんな応援してくれてるけど中でも僕のこと応援してくれてるんですって言ってくれたんで、もちろんそこはファンですっていうので、はい、中野玲也君、玲也さん、さあ、僕が誰を入れたかはあのジュニア大賞発表された後で言いますんでね。おはい、ちょっと聞こうか。俺ね、うん、友達にしたいはまずちょっと聞いときたいな。あ、じゃあ僕ここはね普通に割れると思う。だってさ、うん、中村玲也君がその友達のさ交流関係でジャガーズの名前出してくれたんだよ、うん、玲也さんが、うん、ね、友達にしたい、もう俺は友達だから、中村玲也君は。あ、そっか、したいじゃないから、もう俺も同じそういう感じ、その感じだから友達じゃない、絡みないところ選んだ。そうそうそう、僕は、うん、53番の方。名前言ってあげて。小島健くん。おお、小島健くん言ったでしょ。まだ、あ、わかる、友達にしたい。なね、うん、楽しいでしょ。仲良くなりたい。うん。でね、あのモノマネ芸人のここでも何回も出てる JP が、はい、なんだっけな、番組一緒だったのよ、小島健くん。おおお。一緒になってその裏話を聞いたのよ。うん。で、そしたら小島健くんのからパパパって駆け寄ってくれて、うん、ありがとうございましたって言って、おうおう、すごいフレンドリーに、さすがいい子、話してくれて。うん、でジェフがこうやって喋ってたら、もうやっぱもう忙しいから、うん、もうマネージャーさんもじゃあそろそろじゃ戻りましょうかって言ったけど、ああちょっとまだまだっつって喋ってくれて、いい子、なんていい子だ、はい、でもちょっとねボケたりとかもできるし、うん、では、ね、ただあの唯一ね、僕あのこう背高いからこう見下ろされるじゃない、はい、圧に弱いから、ここ圧に弱いってなる可能性あるけど、うん、そこはもう慣れていこうと思って、はい、はい、じゃあ友達誰、僕は、うん、40番の方おめでとうございます。40番。言って、川崎ほしきくんおめでとうございます。おお、結構年齢も離れてるし、だいぶ離れてますけど、やっぱりね、アイランド TV でね、モノマネ、ジャニーズモノマネやってるのも見ましたし、そうだ、やってるやってる、ジャニーズモノマネトークもしたいなと。なるほど。もう過去上げたじゃない動画で、ほしき君とね一緒にぜひあのジャニマネ会に行って、うんうんうん、ジャガーズ堀君、河合君、ふっかのジャニマネ会に行くか、うん、いやもうプレッシャーだわ。その時もその話になったと思うけど、うん、でほしき君選んだんですけど、あの僕のね仲いい方が、うん、仲いいニューハーフの、うん、タレントさん、うん、まあ、女優さんって言えばいいのかな、はいはい、の方がこの間舞台に共演して、星木くんの舞台行った方いると思うんですけど、あそこに出てアゲハさんって、うんうん、はい、方がもう知り合いなんだ、もうしょっちゅう一緒に飲むんですけど、へー、で星木くんの話を一緒ですよ、だから星木くんの話を聞いてて、あ、やっぱいい子って言って、うん、でうちらの話してくれたんだって、へえ、星木くんだから僕が言っといたの、アゲハちゃんに、うん、アゲハさんがその今度知ってるって、このジュニアのこと一緒だよって言って見せてもらって、うん、知ってる知ってるって言って、うん、でちょうど星木くんの話題になって、うん、あのこう出てるそのモノマネ好きな子でって言って、うん、じゃよろしく言っといてくださいって言ったら、うん、よろしく言ってくれたらしくて、うん、で星木くんがあの僕がそのジャニーズモノマネやるようになったのはジャガーズさんがきっかけなんですって、うちらがその、ね、うちらがバーって出てた時で星くんだいぶまだちっちゃいから、そうだよね、でその時見てて、あ、こういうようにできあるんだみたいな、うん、ジャニーズモノマネみたいな、うんうん、でそっからやりだしたのって、へえ、嬉しい、だから喋りたいじゃん、そんなの聞いたら喋りたいじゃない、うわ、ここだけのすごいいい話ね、へえ、それ聞いたら友達になりたいでしょ、友達になりたい、でももう
締め切っちゃったから締め切っちゃったからね、ちゃったから、はい、他行こうか、うん、あのね去年さ、うん、あのウーバーイーツが流行った時に、うん、なんかそんなようなやつがあって、今回もね出前が運ぶのうまそうっていうのがあったのよ、うんうん、はい、で去年それ確かうちら被ってたのよ、うん、ここちょっと答え合わせしたいなと思って、はい、じゃあ名前言うよ、うん、じゃあ出前が運ぶのうまそうで選んだの誰ですか、せーの、松尾くん、あーやっぱジュニアスペシャル、いや去年も被ったのようちら、そう、まあ、体感だっていうのでしょ、うん、やっぱ松尾くんね、もうブレないブレない、うん、うんうん、そうだからやっぱそこはやっぱそうだね、ちーやんこれ書きそうだなっていうのすげえあったのよ、ああなるほどね、うん、これじゃあ他にも気になるとこ、あじゃあ、うん、あれはあの一番いいコンビ、ここもやっぱり気になるでしょ皆さん、ああここはね過去はずっと松々だいぶ帰ってきてたんですけど、うんうんうん、今回松々がもうデビューしたので誰、橋美樹、おお、はい、なるほど、はい、まあまあまあ長いからね、そうですね、はい、もう僕は、うん、川崎兄弟、おお、ここで入れたんだ、ここで入れた、おお、兄弟をラジオもやってるから、ああ、ね、おお、すごいね、星木くん結構川崎兄弟じゃあ入れたんだね、入れてたね、確かに入れてるね、うん、多めに、弟にしたいわ、弟にしたい、ああ、あうん、はいはいはい、僕は島崎とわくん、おお、いいね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 、はい、僕ね、もう持ってるんだけど、うん、あの子本当に絶対いい子じゃない、あの子、うん、もうみんないい子で、いい子で、本当ファンの方ごめんなさいね、多分僕をめちゃくちゃ金かけて整形したら多分同じような一人だから多分近いんじゃないかと思った、弟っぽくなるんじゃないか、そう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 、でもめちゃくちゃ整形したら多分全部近寄れると思う。めちゃくちゃ整形したら多分、いや輪郭とかとね、目が多分モノマネできる顔ってこと。だから顔の系統で言えばね。そうそう。顔の系統で言えば、モノマネ芸人目線で言うと兄弟です。親ですって言っても、あそうなのかなって言えんじゃない。あそんな目で。いやマイジャニとかね見てて、うん、すごくいい子だなと思ってたんで。僕は、うん、田中ひなり。おお、まあ、ちょこちょこ名前出してるもん、ね、はい、かわいいし、うんうん、もう大好きで、も最近ちょっと大人っぽくなってきたよ、めっちゃ成長してほんとかっこよくなってきたよ、うん、ここほんと数2年ぐらいで一気に変わったよ、でもねやっぱり好きだからかな、あの歌番組でバックについてもすぐ見つけれるよね、うん、ひらりくん、おおすごい、もうひらりくんを探しちゃうよね、パッと、うん、うん、あと今回あのなんだろう、フレッシュ、ああ最近あるよね、前まではその関西のとか、うん、あったけど、あ高校生以下ジュニア限定部門、うん、じゃあそこなんか一個いこうか、最後、うん、生徒会長になってほしいわ、生徒会長になってほしいは、うん、羽村くん、ああ僕は真由美くん、真由美くんやっぱ、うん、ここでやっぱりちょこちょこ出す名前でこう選んじゃうね、そのドラマね、うん、中瀬くんのドラマの、はい、であのもともとはお兄ちゃんガチャから、うん、こう出てて、うん、いや絶対頭いいでしょ、頭いいと思う、あんなセリフ覚えれるんだから役者さんだから、もう生徒会長も会うってこと、もう会う会う絶対任せられる、僕はもう真由美くんが生徒会長になって、うん、で生徒もう可愛いじゃない、うん、かっこよくて生徒女子人気もすごくて、うん、で生徒会長になった瞬間に急に怖い顔して独裁者みたいな感じになって怖いわあのあったじゃんある独裁者の生徒会長の MC のやつ知ってる？ああ、あった、めっちゃ面白いやつ、あのいや裏でネタ書いたやつ、なんだろう、平和に過ごしたくないの日常いやそう、独裁されたい、真由美くんに、僕はもうこの学校は僕のものになりましたっていや僕もうそんな生徒会長いいって、もういいっていいって、もういいって、そんないいって、もういいからそういうの、校長彼を連れ出しなさいって、もういいって言って言ってもうなんだこれ、まあ、真由美くんにもうそんなドラマをやってほしい、生徒会長になるまではもう可愛くて人気者でやったけど、なった瞬間急に変わるっていう、俺はもう平和に過ごしたい、楽しく、そんなもうそんな、もういや真由美くんはそういうの逆にもう真逆のイメージをね見たいっていう、はい、で勝手に選んでみました、
はい、皆さんね、どうなりましたでしょうか、はい、結果出た時にまたね、これやりますんで、うん、はい、答え合わせというかね、そうですね、よろしくお願いします。全部で53項目あったから、めっちゃ多いですね、うん、はい、というわけでお送りしましたジャガーズが選ぶジュニア大賞でした。チャンネル登録お願いします。